はいどうも皆様こんにちは、おもちゃんねうんです。改めまして明けましておめでとうございます。さあということで、はい、今回ねもう新年といえばこちらねちょっと見ていきたいと思います。はい、今年もねガンタナトミカ、はい、発売されたのでね手に入れました。今回はねアピタピアゴだけは通販で購入したんですけども、イトーヨーカドーとイオンとねトイザーズをね、まあ、実店舗でちょっと手に入れたっていうね形になってますね。いや今回もねなかなかね結構ね、まあ、インパクトのあるね車両たちになってるんじゃないでしょうか。さあそれではねもうほんとめちゃくちゃ気になるんで、ではではね順番にね1台ずつね見ていきたいと思います。では僕が一番もう気になっているイオンからねちょっとね行ってみましょう。さあでは改めて参りましょう。まず1台目がイオンオリジナルトミカですね。今回はナンバー60番日産スカイライン日本警察パトロールカ車をこちらね見ていきたいと思います。はい、素敵なねスカイラインのね日本警察パトロールカー、まあ、パトカー好きなね僕としてはもう非常にこう楽しみにしておりましたね。ではでは行きましょうか。まずねパッケージだとねこんな感じです。まあ、去年は50周年記念の背景のね車両が非常に多かったんですけども、もう全てね落ち着いたような形になってますね。まあ、普段通りのこうパッケージと。さあそれではね早速ちょっと開けていきますか。ちなみにこのイオンさんのねトミカ、まあ僕が買ったところではちょっと寝坊していっちゃったんですけども、まあ割と余裕で買えたんですけども、なんか場所によってはね結構やっぱね人気があったみたいで売り切れが目立つみたいですね。さあそれではねほんと今年1台目のね新作のトミカなのでね非常に気になるところですが見ていきたいと思います。素敵なパトカー登場しました。さあそれではね見ていきましょう。まずイオンのパトカー、はい、まず全体的にねくるとこんな感じです。いやもう相変わらずね素晴らしいですね。まあ、パトカーっていうのはもう本当安定感のあるジャンルですよね。いや何がパトカーになっても嬉しいです本当は。で細かくちょっと見ていきますね。まずはいフロントの部分はこんな感じになってますね。ヘッドライトね大きくねもうクリアパーツが使用されてます。でグリルのところはこのようにねしっかりこう細かいねシルバーの塗装とか入ってて形もよくできてますね。でしっかりと警察のマークもはいこのように書いてあります。もちろんこの部分プリントです。でボディカラーは、白と黒ですね。まあもうこれはもうパトカーなので当然の、ね、デザインなんですがねかっこいいですね。この色合いを考えた人が本当すごいと思うこの中で。でルーフの部分にははいこちらですね V 字型のね赤色と赤のクリアパーツですね。厚みは結構こう薄いタイプのものが使用されてます。で側面のデザインですがはい横ねこんな感じです。ドアね2面分使いまして、警視庁ポリスの文字がねしっかりとね大きく描かれてます。あとここにはマークも書いてますね。でこういう場にシルバーメッキのスポーツタイプのものが使用されています。で後ろテールですがはいこんな感じになっておりまして、レンズは赤の塗装仕上げで真ん中には日産のエンブレム、そして下にはね大きく英語でポリスの文字もしっかりと書かれてますね。で反対の、ね、側面はこうなっておりまして、こちら側にも警視庁ポリス、そしてマークがしっかりと書かれていて、で上から見てみるとはいこんな感じで、そこの部分ははいこのようになっておりまして、ベースになっているのがナンバー76番のスケールが64分の1、2019年の日産スカイラインです。でこちらの車両ねはいギミックの方はサスペンション機能がついてますね。はいということで新年1台目の車両ねもう本当に安定感のある素敵なパトカーになっておりました。イオンオリジナルのですねナンバー60番の日産スカイライン日本警察パトロールカー仕様でした。かっこいいね。うん素敵な1台からスタート今年は。さあそれではね他にねまだね3車あるんで、ではでは見ていきましょう。さあそれでは続いてねどれいきましょうかね。迷うけどじゃあイトーヨーカドーいきましょうかね。トリコロール僕好きなんでね。はい2つ目イトーヨーカドーオリジナルのですねマツダロードスタートリコロールカラー仕様です。まあ、イトーヨーカドーといえばねもうこのカラーリングおなじみなんですが、もう僕が大好きなカラーです。で今回はねそんなね大好きなカラーがロードスターにねこうデザインされたということで、まあ気になる車両ですね。まあ、この車両も実店舗の方ではまあ余裕で買えたんですけども、ネット販売のオムニセブンはもう結構すぐにねなんか売り切れになったみたいで、ちょっと予備欲しかったんですけどね今はまだねこの1台しか買えていないといったね状況になってます。さあそれではね見ていきますかね。どんな色してるんでしょうね実際はね。ではではいきます。せーのボン。どうだ。おあ結構やっぱでも写真通り想像してたイメージ通りといったね感じですね。おなかなかでも奇抜なデザインねこれね。さあそれでね見ていきましょう。まずはい全体的にはくるっとねこんな感じです。全体的にこう赤色がメインのねカラーの車両になってますね。まずねちょっとフロントの、ね、顔の部分こんな感じだったんですね。ヘッドライトはねシルバーの塗装仕上げで真ん中には大きめのねマツダのエンブレムがあります。でボディから赤がメインなんですが、まあ、トリコロールということで3色ですね。ブルーとあとね白がねこんな感じでねデザインで入ってますね。まあ、ほとんど赤色なんでブルーと白はまあちょっと控えめかな。側面見てみると、まあ、こちらもブルー控えめですね。ここの部分のみがブルーで、あと白はこのねイトーヨーカドーの文字が白になっております。だからもうほとんどまあ赤色といった感じですね。でホイールはシルバーメッキのスポーツタイプのものが使用されていると。で後ろですが、はい、テールはこんな感じです。まあ、この部分はエンブレムとあとね車両名ですね。こういったロゴとかはしっかりと書いてあって、でこれは色飛んでるね。これねちょっと外れ引いちゃいました。1個しか持ってないのに外れだ。予備欲しい。はい、まあちょっと嘆きを置いときまして、まあこんな感じのねリア周りですね。テールレンズは多分ね濃いめの赤色が別のカラーで塗られてるんですかね。多分そのような感じはしますね。ちょっとなんか色違うような気がします。で反対側の側面ですが、はい、こちら側はこうなっております。こちらもねイトーヨーカドーの文字は白色で、下がねブルーとなってます。で上から見てみると、はい、こうなっている。でそこの部分ははいこんな感じです。でこの車両ですね、ベースになっているのがナンバー26番のスケール57分の1ですね。2015年のマツダロードスターです。でこちらの車両ね、はい、ギミックの方はサスペンション機能とあとですねこちらの、ハードトップかな、この部分が取り外すことがはいこのように、ね、できるようになっております。で内装はね黒の成型色ですね。おっとっとっと、はい、こんな感じになっておりまして、まあまあなかなかね、こちらも結構ド派手な車両というか、ほんと奇抜なこうデザインで車両に仕上がっておりました。ちょっとね、まあ外れ引いちゃったんで、この塗装のハゲがね、残念なんですが、これ言ったら変えてくれるのかな。結構大きいですもんね。ちょっと聞いてみよう。はい。まあでもまあなんだかんだでね、面白い車両になっておりました。2代目ですね。こちらイトーヨーカドーオリジナルのですね、マツダロードスタートリコロールカラー仕様でした。さあそれについての車両行ってみましょう。さあでは続きましてがね、この日本国旗がすごい気になるんですけど、あえてじゃあこれちょっと最後に回しましょう。続いてこちらいきます。はい、3代目トイザらスオリジナルのですねトヨタ GR スープラセーフティーカー仕様ですね。まあトイザらスのお得意分野と言っていいんでしょうかね、セーフティーカー仕様の今回は GR スープラとなっております。さあでは安定感のある仕上がりになってると思うんですけども、見ていきましょうかね。スープラもあれですよね、なんだかんだ結構まあいろんなバリエーションの車両が出ましたよね。ちょっと全部は覚えてないですけども、結構なんかいろいろあってる気がする。で今回はセーフティーカー仕様ということで、でも結構これいいんじゃないですか。かっこいいですね。さあそれではねちょっと見ておきましょう。まずね全体的にね見ておくと、はい、こんな感じですね。ボディのベースのカラーは白色と思ったんですけど、ちょっとグレーっぽい感じかな。パールホワイトのちょっとなんか濃い版と言っていいのかな。ちょっと表現が難しいんですけどね。まあそんな感じの色になってますね。結構いい色ですね、これ。で、フロントの部分はこんな感じになっておりまして、ヘッドライトはね、まあ通常のね、トミカと一緒ですね。こちらね、シルバー塗装仕上げですね。で、トヨタのエンブレムがあって、その上に大きくセーフティーカーの文字ですね。黒色で書かれています。で、ルーフの部分ですが、こちらはグリーンの赤色灯ですね。はい、こんな感じになってます。クリアタイプで、真ん中がね、黄色の塗装になってますね。で、側面見てみると、はい、こんな感じ。まあ、こちらもね、まあ、デザイン的にはシンプルなんですが、ドアの部分に大きくセーフティーカーの文字が書かれております。フォントはもうスタンダードですね。派手な感じはしないです。で、ホイールはシルバーメッキのスポーツタイプですね。で、後ろですが、はい、テールはね、このようなデザインです。レンズは赤の塗装で、エンブレムにスープラの文字、そしてね、GR のロゴもね、しっかりとね、書かれております。で、反対の側面は、はい、こちら側にもね、セーフティーカーの文字が書いてあって、で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっております。でベースがナンバー117番スケール60分の1ですね。2019年のトヨタ GR スープラです。でこの車両ですね、はい、ギミックの方はサスペンション機能がついてます。はい、ということでこちらですねトヨタオリジナルのねトヨタ GR スープラのセーフティーカー仕様でしたが、なかなかね、これもね思ってたよりなんかいい感じですね。実際手にするとで最初シンプルなのかなと思ったんですけど、なかなかね、まあいい感じのセーフティーカーに仕上がってたのかなと思いますね。結構おすすめかもしれない、これも。ね、っていうか車種がスープラなんでね、ほんといいとは思います。さあそれではね、続いての車両も行ってみましょう。さあ、そうだね、早いもので4代目です。はい、こちらね、アピタピア号自体のですね、世界国旗ドミカ、フェアレディ Z の日本国旗タイプ2、福2022日本です。いや、これタイトル長い。いや、ていうかね、もう、アピタピア号もね、もう、正月簡単といえばね、日本国旗タイプのものを出してくるんですが、今回もまたこれ派手なデザインだと思いますね。もう正月にふさわしいね、感じのトミカに仕上げてきてくれるんじゃないかなと、そんな感じで思っていますんで、さあ、それでね、開けてね、確かめていきましょう。もう、パッケージの写真からして本当伝わるド派手さといった感じですけどもね。さあ、では実際のね車両はどうなんでしょうか。ではでは登場です。とても派手です。はい。お正月感はとにかく強い。さあさあ、それではね、ちょっとね、見ていきたいと思います。まず、はい、全体的には、くるっとね、こんな感じになっておりまして、まあ、胴面から見てもね、もう結構なデザインですね。派手ですね。で、ちょっとフロントからね、見ていきましょう。まずね、ちょっとこの角度で見ると、まあ、ね、普通のフェアレディ Z なんですが、もうちょっと上に上げるだけでもね、はい、こんな感じになってました。もうとにかくお正月感が、はい、すごいね。もうまずボンネットですが、画商です。画商で、バッグが、まあ、こんな感じのこう日の丸になっておりまして、でこれ松かな。でこんな感じの木もね、デザインされております。でここね、赤い四角い模様がこうダダダダダーとこう後ろまでね、こう走ってて、でルーフの部分にはもう大きくね、金色で福の文字が書かれてる。でこの文字のバッグもね、日の丸となってますね。すごいねこれ。もうここが顔ですね、言ったらね。派手だな。で側面見てみると、はい、こんな感じで、まあこの面もですね、まずね黒色でこちらね、こう日本と書かれます。でそのバッグが日の丸になってて、であと赤の四角いね模様になってますね。でホイールもまたね、金メッキになってて、これもまた派手だと思います。で後ろですね、はい、テールの部分はこんな感じです。レンズはね、赤のね塗装で、その周りがシルバーになってますね。まあ後ろはまあ控えめというか、おとなしい感じのデザインにはなってるのかなとは思います。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もね、日本、そして日の丸と、あとねデザインが入っていて、で上ですね、まあ本当もうここが顔になってますね。はい、こんな感じになってます。で底の部分は、はい、こうなっておりまして、こちらね、まあおなじみの車両なんですが、ベースがナンバー6番かな。スケール60分の1で2009年のフェアレディ Z の432となってます。でこちらの車両ね、はい、ギミックの方はサスペンションと、あとね左右のドアのね、開閉機能ですね。はい、こんな感じでしっかりと開けれるようになってると。開けるとまたね、より見栄えがすごいのかなと思いますね、今回の車両はね。なかなかほんとどこから見てもまあめでたいね車両になっておりました。素敵ですね。さすがアピタピアゴさんですね。まあ、ということでラストね、4代目、こちらアピタピアゴオリジナルのね、世界国旗トミカフェアレディ Z 日本国旗タイプ2の福2022日本でした。ほんと車両名はめちゃくちゃ長いですね。はい。はい、ということで今回はですね、2022年ね、もう新年迎えまして、まあ、毎年ね新年といえばね、もうショップオリジナルのトミカね、こちらね4種が発売されるんで、まあ、今回もね無事にね手に入れることができてね、紹介させていただきましたが、さあ皆様的にはいかがだったでしょうか。まあ今年もまあとにかくね、色の濃いねもう車両たちばっかりだったのかなとは思います。まあイオンはね本当良かったですね。こんな感じのパトカー出てくれるのいいんで、もう毎年パトカーにしてほしいぐらいね。元旦パトカーで統一してほしいですね。で伊東洋華堂もね、なかなかねちょっと色がね、まあ飛んではいたんですけども、まあ派手なね車両で面白かったし、アピタピアゴもね日本感、ジャパン感がすごかった。今回特にじゃないですか、これ画商って大きいねこれで。あとね、もうシンプルに安定感のあったのはもうトイザースのねスープラだと思うんで、まあ本当ね、もうどれもねとてもね素晴らしい車両になってるのかなと思います。まあ好みはあると思いますが、僕はもう全部大好きですね、こういったねジャンルはね。まあなので、もしねこれ動画見て気になった方はちょっとね、今入手しにくい車両はあるかとは思いますけども、気になるものがありましたら、ぜひねちょっと探してみてください。もう毎年4種出るんだら、ちょっとこうみんな協力してなんかトミカギフトとか出してほしいですよね、4台ならね。そしたらね手に入れやすいんですけどもね、ちょっとメーカーさんなんとかお願いします。買うのが大変だったりするんでね、はい。まあでも本当にいいトミカたちばっかりなんで、気になった方はぜひお早めにね探してみてください。まあということでね、はい、今回はこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのたるでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしてますので、よろしくお願いします。あと Twitter やね、インスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう。さよなら。バイバイ。